まで行かれますか？そうですか。また。調子乗ってんじゃねえぞ。よし、行くぞ。おい、来た。ほら。はい、こっち集合。やってやるぞ。してみろ。俺の番だな。後悔するな。かかってこい。俺の番ね。見てろよ。とっておき。ラーメンだよ。俺の番だな。はて。よっしゃ。勝ちだ。
おう。おう。おい、てめえ。なんか文句あるか。やってやるぜ。ほい、来た。ほら、来いよ。俺の番だな。やんのか。ちょっとこっち手伝って。俺の番に。おう、来たかい。おはようございます。おおきな、今日はもう店じまいだよ。おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。なんなのよ、こんな時間に。もう少し寝かせてよ、浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。昨日、あんた何人？5人も相手してクタクタよ。小料理屋ってこういうことか。まかないはなさそうだな。しきりすぎてホコリも出ねえよ。おい、一番、このティッシュ拾ってくれよ。てめえでやれよ、仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。
こちらはブリーチジャパン、横浜地区リーダー久米である。ブリーチジャパン違法風俗反対、維新庁から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に注意。こちらはブリーチジャパン。なんだあれ、知らないのか。ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対、維新庁から撤退せよ。ブリーチジャパン、いわゆる NPO ってやつだ。もう14、15年前か。全てのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンを漂白か。うん、横浜だけじゃなく全国に支部がある。でそのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮、今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったっていう。確か神室町産経作戦。うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。こちらの店舗は飲食店として役所に届けております。しかし2階に上がった客は食事など食べません。中居の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中居と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。近所に住む人間なら誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。じゃかしんだよガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さんにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい気持ちがあるからでしょう。守るもののためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎、お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん、犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って
幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほら、いないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんて。ここにいるぜ。2階のゴミ箱に入ってた。いろんなもんの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。それってもしかして。そらよ。なかなかやるじゃないか一番。へえ。なあ、はい。
では。おう。おい。待った。そうか。おう。ぶっ潰してやる。負けねえぞ。よし、行くぞ。俺の番ね。
こ。クソ、親父のくせに。次に見かけたらただじゃ浮かねえぞ。その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのか。あの連中の大義名分は立派でも本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえやってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？あんたたちホームレスなんだろ。ああ、ここに住まないかい。2階の一部屋を貸してやるよ。え？え？本当にいいのか。それは助かるぜ。でも一部屋潰す余裕なんてあんのか。女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。うん、別に私はお人よしで貸そうってんじゃないんだよ。あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだよ。頭悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住権はないのさ。そっか、なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリッジジャパンの連中がここの所有者をけしかけて私らを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手ごわい権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。本当に住ませてくれるのか。本当に俺らでいいのか。ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの意見を見込んでこっちからの頼みさ。わかった、住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。わかってるよ、恩に着るぜ。見ろ、一番、天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。
しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことか。なあ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった。え、あなんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか。ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ、勇者。どういうこと。ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ。それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな。成り上がりって生き様、一丁ドーンとかましてみっか。おう、その生きだ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。見せてくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから。もう一回チャンスを。あ
の邪魔した二人は、俺が必ず始末する。あのままじゃ、あんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어가게에는전화해뒀다나머지는우리가알아서처리하지나니나한테있단다お前のようなクズを雇ったのが間違いだった죽어라